ジェームズ・スコット・ビーティーは、イングランド・ランカスター出身の元同国代表サッカー選手、指導者。ポジションは FW。ビーティーは1978年にランカスターで生を受けた。家庭は貧しく、父親は自分と同じ境遇にさせまいと、息子、ジェームズの教育に力を注ぎ、進む学校へ入学させるために激務に汗を流した。そんな父親の気持ちを十二分に理解していたビーティは、ブラックバーンに位置するインデペンデントスクールであるクイーンエリザベスグラマースクールに入学し、熱心に学業に取り組んだ。学業で優秀な成績を収めるとともに、スポーツの分野でも高い運動能力を見せ始め、特に熱中していた競泳では14歳の時に、自由形で英国2位の成績を記録している。幼い頃からの練習のしすぎで肩の軟骨がすり減ってしまい、水泳は諦めざるを得なかったが、すぐさまダーウィンユナイテッドからサッカーをやってみないかと声がかかり、遊び程度でたしなんでいたサッカーを本格的に始めた。サッカーの世界でも高い運動能力を武器に頭角を現し始め、16歳の時にブラックバーン・ローバーズにスカウトされた。トップクラスのクラブへの入団ということで、当時志していた医師への道に進むべきか、サッカー選手として、プロの道に進むべきかに悩み、父親と共に熟慮を重ねた上で、サッカー選手として、プロになることを決断し、1995年8月に練習生契約を結んだ。ビーティーのプロデビューは、1996年10月26日に行われ、2-0で勝利したアーセナル戦である。ブラックバーンでは、トップチームでは7試合しか出場する機会がなく、得点を挙げることはできなかった。1998年にサウサンプトンへ移籍することとなった。ケビン・デービスが700万ポンドでローバーズへ移籍したことに伴い、1998年7月に100万ポンドでセインツへ加入した。まずまずの滑り出しを見せたものの、度重なる負傷に苦しみ、思うような活躍を見せることができなかった。ビーティーがブレイクしたのは、2000-01シーズンであり、18ヶ月ゴールがなかったが、2001年11月から10試合で10ゴールを挙げ、チームも上位に浮上した。しかし、その後はコンディションを落とし、公式戦で2ゴールを挙げるに止まった。2001年3月に4年間の契約延長に合意した。翌シーズンもなかなかゴールを決めることができなかったが、2001年9月29日に行われたミドルズブラ戦で2ゴールを挙げたことを機に復調し、2ヶ月間負傷で離脱したにもかかわらず、最終的には公式戦で14ゴールを挙げた。2002-03シーズンはビーティーが最も得点を挙げたシーズンであり、ファンニステルローイらと得点王争いを展開し、最終的には23ゴールで3位に終わったものの、イギリス人のサッカー選手としては、トップの成績を残した。また、アーセナルに敗れはしたが、FA カップでは1976年以来の決勝進出を果たした。2002年に飲酒運転で摘発され、サウサンプトンでの経歴に傷をつけることとなってしまった。2005年1月に600万ポンドの移籍金でエバートンへと移籍した。600万ポンドの移籍金は当時のエバートンのクラブ記録となる移籍金であった。2004-05シーズンはシーズン途中の加入であったことや度重なる負傷、チェルシー戦で相手 DF のウィリアム・ギャラスに頭突きをして退場。3試合の出場停止処分を受けたことなどがあり、目立った活躍をすることができなかった。2005-06シーズンは、チーム内でのトップスコアラーとなり、リーグ戦で10ゴールを挙げた。また、ホームで行われた、チャンピオンズリーグ予備予選のビジャレアル戦においても、1ゴールを決めている。2006-07シーズンは、デイビッド・モイーズの構想から漏れ、33試合に、出場したものの、うち18試合が途中出場であり、2ゴールを挙げることしかできなかった。かつての所属クラブであるブラックバーンが獲得に興味を示しているとの噂が流れたが、2007年7月に400万ポンドの移籍金でシェフィールドユナイテッドへ移籍することが発表された。2007年8月4日にビーティーはシェフィールドユナイテッドと正式に契約を結んだ。移籍金は400万ポンドで活躍に応じて最大で450万ポンドに上がるというものだった。この移籍金はシェフィールドのクラブ記録となる移籍金であった。ブレイズでのチャンピオンシップデビューは8月11日に行われたコルチェスターユナイテッド戦であり、得点も決めている。ビーティーは多くの得点を挙げ、10月の月間最優秀選手に選出されている。2008年3月までビーティーはプレミアリーグに復帰するのではなかという噂が流れ、アストンビラなどの複数のクラブが彼に興味を持っているとの報道がなされた。2008年4月5日のレスターシティ戦では、ハットトリックを達成。また、その試合を含め、続く、シェフィールド・ウェンズデー戦、バーンリー戦と3試合連続で、直接、フリーキックから、ゴールを決めている。2007から08シーズンは、最終的に22ゴールを挙げ、ケビン・フィリップスと並び得点ランキングで2位にランクインした。シーズン終了後には、クラブの年間最優秀選手に選出されている。2008から09シーズンは、ロブ・ハルスの移籍に伴い、背番号が9に変更された。ワトフォード戦でシーズン初ゴールを記録すると、その後もゴールを上げ続け、ストークシティに移籍するまで12得点を決めている。2009年1月12日に2年半の契約にサインし、プレミアリーグ所属のストークシティへ350万ポンドの移籍金で加入。1月27日のスパーズでストークでの初ゴールを記録すると、続くマンチェスターシティ戦でもゴールを記録し、出場5試合で4得点を挙げる活躍を見せた。クラブは残留争いをしていたが、ビーティーの活躍もあり、残留を決め、ビーティーはアンドレ・アルシャービン、マルアン・フェライニらを抑え、デイリーメール紙が選ぶ2008から09シーズン最高の補強選手に選ばれた。監督のトニー・ピューリスは安価な移籍金に見合わない大活躍を見せたことと合わせて明るいキャラクターがチームの雰囲気を変えてくれたとビーティーを称えている。翌2009から10シーズンはシーズン前に怪我をするなど出遅れたが復帰するとデーブ・キッドソンからポジションを奪い返し出場機会を得ていた。しかし、2009年12月にトニー・ピューリス監督とドレッシングルームで衝突をすると、その後は出場機会を得ることが難しくなった。2010から2011シーズン前にチームがケン・ワイン・ジョーンズをサンダーランドから獲得すると出場機会がさらに減少することが決定的となり、2年契約でスコティッシュプレミアリーグの強豪レンジャーズ FC へ移籍がした。なお、移籍金は180万ユーロだと見られている。しかし、7試合でノーゴールと結果を残すことはできず、2011年1月にブラックプールへレンタル移籍し、2011年8月に自由契約でレンジャーズから放出された。ビーティーが最も活躍したシーズンである2003年2月13日に行われたオーストラリア代表との親善試合で代表初キャップを記録。試合はオーストラリア代表が 3-1 で勝利し、オーストラリアのメディアはサッカー史上最大のアップセットの一つと報じた。当初はマイケル・オーエンと良いコンビネーションを発揮していると見られていたが、徐々に周囲の評価は厳しくなり、ユーロ2004のメンバーに選ばれることはなかった。それ以来、ビーティーは代表に招集されなかった。2013年5月13日、ビーティーはアクリントン・スタンリーの監督に就任したが、2014年9月12日に双方の合意に基づき契約を解除した。2015年6月16日、ビーティーはスウォンジーシティのトップチームのコーチに就任し、フォワードの選手の指導に当たることになった。コーチ就任時の監督は、サウサンプトン時代のチームメイトである、ギャリー・モンクであった。2016年7月、文句がリーズユナイテッドの監督に就任し、ビーティーはトップチームのコーチに就任した。ありがとうございます。